ダイソー100円ウンベラータ半水耕栽培の植え替えです。こちらは半年前100円で買った時の様子です。今はあっという間に1日で水切れしてしまうほどです。ハイドロボールの表面が汚れてしまっています。水でさっと流しておきました。根も随分出ています。軽くもみもみとしてすっと取り出すので根が傷まないので、この時期の植え替えでも安心です。お茶パックを使います。この中に害虫対策オルトラン DX をパラパラと入れておきます。植え替え直後には活力剤メネデールを使っています。外鉢のケースにはセットしないで、お水を上から少し入れて流します。余計なみじんや汚れているものを取り除いてしまいます。それからケースに新しい水を入れてセットしたら完了です。葉水もしっかりあげています。葉の裏まで忘れずにあげてください。こちら以前の動画で、底穴のない透明なガラスのケースにボタニカルソイルを使ってウンベラータの挿し穂を植え付けました。とても成長してぐんぐん伸びています。ですがなんか曲がってしまって伸びてしまっています。どうせなんとなく曲がっているならば、 S 字フックを使って曲げ仕立てにしようと思います。下の方の茎は硬かったので上の方にセットしました。そしてトップをカット。これ以上高さは高くしたくなかったのでここでカットしました。すると予定としてはこの辺上の方のね、葉の付け根あたりから新しい葉が展開していきます。ウンベラータは成長も早く、とても育てやすいおすすめ植物です。熊パン演劇